スタジオオーパーツプレゼン、ここは横浜中町大スタジオルームとてもデッドで、デオトに忠実なアンサンブルをご提供いたします。ぜひ一度スタジオオーパーツのサウンドを体感してみてください。スタジオオーパーツチャンネルプレゼンス、今回はバリオスレコーディングをお送りします。こんばんは、チンです。こんばんは、ディープオレンジのモンチです。いやいや、4月8日も入学式、はい、新入生、ね、はい、新社会人、はい、ニューな感じの1年の始まりですね、はい、そうですね。ピカピカの1年生たちがね、もう街をカップしてますよ。そうですね、フレッシュな感じですよね、うん、ドロムガーデンは今日は第4回お送りします。フライスタイル、4人集まりまして、4月の放送、やってまいりまして、今回は PMC という曲をやりますが、何の略ですか？ポジティブマインドコントロールっていうのは、話題のマインドコントロールじゃなくて、マインド、何でしたっけ？ PMC の C は覚えてますか？コミュニケーション。コミュニケーションです。そういう感じでですね、積極的、かつポジティブな、心でコミュニケーションしましょうという曲になっております。そうそう、花粉の季節、鼻水垂らしながら楽しく見てください。どうもお願いしまーす。鼻水垂らすわねえだろ。
ライスタイルで PMC をお送りしました。はい、いやこのフライスタイル恒例の月1スタジオライブでしたね。はいはい、そうですね、うん、これはもうあれですよね、あの今回は一発撮りという、まあ、そうそう今回毎回なんですけど、フライスタイルは一発撮りでそういったスタジオで、はい、なんだろうこのテイクを何回かやって、はい、で一気に仕上げるっていうスタイルでやってるみたい。そうですね、うん、そういう遊び方もあるよね。そうですね、うん、緊張感っていいですよね。普通にリハでやるだけじゃなくて、うん、一緒に録音をして、そうそう、それ何テイクかやって、はい、なんだろう煮詰めていくっていう、はいはい、いい経験になっていい練習にもなるんじゃないですか ね。で残るから楽しいですよね、それはね、うんうん、はい、と思います、うん、ちなみにあのここの皆さんはお祭り好きということで、そうお祭りフリークたちの集まりみたい、ね、みこしを担ぐのがねえ、ね、だから今度みこしを担ぐ姿で、そうですね、やっていただきたいです。はい、でフライスタイルは一発撮りで、はい、この次にお送りするアイドルメトロっていうのはね、はい、まあ普通のリズムトラックとっていう、はい、あのギター入れて歌入れてっていう、はい、普通のレコーディングスタイルでやってるわけ、はい、前回の時も話しましたけどね、このマルチトラックレコーディングっていうのを発明したのは、はい、あのギターのレスポールって方。なるほどね。でそれがどん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 進歩してって、はい、で1インチで24トラックっていうところまで進歩していくわけ、はい、でそれが今度はコンピューターって媒体に変わって、はい、プロトゥールスになり、で今では無限のトラック入れられて、そうですね、あ2インチにまだありましたよね。2インチまであるか、確かにありましたよね。あのテープが高くてね、はい、うん、すごい値段したんですよ。ワカメが回ってるような感じですからね、うん、そうですよ、本当です、はい、でこの次の愛情メトロっていうのは、ね、はい、あの女性ボーカルで、ね、このユミちゃんっていうボーカルすごい上手、はい、聞いてはいいなと思いました、うん、雰囲気ある感じでしたよね、とってもね、サウンドも良かったね、はい、そうですね、なんか声とよくマッチしてたと思います。そうですね、うん、でこれはスタジオパーツでの、まあ、うん、通常のレコーディングの、はい、やり方ですね、はい、うん、なかなか良かったな、音良かったですよ。そうですね、楽器選択なんか良かったんじゃないですか、はい、ぜひねちょっとお楽しみにというか聞いていただきたいと思います。はい、では愛情メトロでメロソング。
こんばんは、今日もドラムガーデンのコーナー始まりました。ドラマーの C の京一さんと、こんばんは、ドラマーの桜井くんです。こんばんは。で、今まであのいろんな話を、うん、3回にわたって伺ってきたんですけど、うん、今日はテクニックについて伺いたいと思います。で、実はあの昨年ねドラム座談会っていうので、うん、あの2カ所でやったんですけど、うんうん、その時はなぜかテクニックについて聞く人が誰もいなかったと、うんうん、多分俺のスタイルを知ってたからじゃないですか、うん、そうですねでもそこはあえて今日はテクニックについてっていうのを聞いてみたいんですけど、うんうん、はい、なんだろう、テクニックって、うんうん、なんか難しいっていうか取りようがあって、うんうんうん、確かに俺は別に自分ではテクニック派っていうかテクニシャンのドラマーだとは思ってないんだけど、うんうん、でもやっぱりテクニックってすごい必要だと思うんですよ、うんうん、なんかその自分を表現する上で、うん、やっぱり基礎ってものすごい大事なことだと思うし、うんうん、そういった意味では、うん、まあ、ドラムガーデンの中でも絶対に抑えるべき基礎とかテクニックっていうのは伝えていこうと思うし、うんうん、それを覚えることによって、うん、やっぱり自分がなりたいドラマーに近づく手段ではあると思う。なるほどね、うん、全てではないとは思うけど。なるほどね、うん、椎野君今までずっといろんなことやって、もちろん自分でこう練習も含めていろいろやってきたと思うんだけど、うんうん、今なんか今やってることってのは何か、うん、今やって、そう、それ、うん、まさにそのさっきドラムガーデンってこれを始めるっていうこともあって、うん、やっぱり俺も一から勉強してるところもあるのね。みんなに伝えるためには漏れちゃいけないこともあるだろうと思って、うん、そういった意味でそういうことを勉強してる上で新たに発見した、うん、例えばもういわゆるルーディメンツっていうそのパラディドル、なんでも知らなかった手順とか、うん、知らなかったこう方法論、うん、そういうのはなんかいっぱい発見してるから、うん、そういうのをまあ、教える前に自分ができないじゃ話にならないからって練習したりもたまにしてますけどね、うん、僕できないんですけど大丈夫でしょうかできない、できちゃったらだって嫌じゃん教える意味がないっていうか、うん、まあ、あれですけどね、ちなみに桜井くん何かそのある、はい、そうですね、テクニックは、うん、しのさんがルーディメンツやってて、うん、なんかこの好きな、うん、ルーディメンツとか得意なルーディメンツとかありますか？あ、そうだね、結構パラディドルとかああいうのとほらいろんなのあるじゃない、はい、それ前自分がこれをどう使ってるかとかうんぬんかんのはよくわかんないけど、何でしょう、そういうのをいろんなパターンを例えば左手から始めたりとかいろいろやる上で自分がなんかおって急になんかやりたくなった、うん、出てインスピレーションで出てきたものがふっと手が動くためには必要なのかなと思うし、うん、そういうのはなんかもちろんうん、パラディドルとかそういうこと、うん、やっぱり自分がやっぱ練習してる上では役に立ってるのかなとは思うけどね。なるほどね、うんうん、得意なものはないですギンバの翔太。来たる4月30日夜9時よりオーパーツチャンネルにて横浜銀杯ショースタジオロックンロールセッションやるから、お前らみんな時間空けとけよ。4月30日夜9時からだぞ、待ってろよ。ほら、横浜銀杯ショーのスタジオオーパーツチャンネル
スタジオロックンロールセッションだろ。出てみろお前この野郎。ああ出て出て。ということで今回ドラムガーデンは4回目をお送りしました、はいはい。で、うん、テクニックのねお話でしたけれどもね、うん、あ僕やっぱりああいう椎野さんみたいなミュージシャンにテクニックってことについてね、はい、どういう考えがあるのかとかぜひ聞きたかったですよ、はい、僕も聞きたかったです、うんうん、あのだいたい椎野くんはあの歌心があるドラマーとしてね、そうですよね、ボーカルものの後ろでねいいドラム叩いてますもんね、はい、フュージョンで細かくなんかっていうタイプの好きではないですからね、はい、やっぱり基礎だって言ってたね、はい、そうですね、やっぱ基礎がね、うん、大切だってね、基礎かもね、そうですね、うん、基礎があればねいろいろこう発展していくことできますからね、うん、楽器との触れ合いはやっぱ基礎ですよ、そうですね、うん、はい、ところでモンチー、はい、ルーディメンツって何よ、話出てましたけどね、うん、ルーディメンツっていうのはもうずいぶん前17世紀とかそのぐらいの時に、スイスでできた、はいはい、小太鼓のためのこの手順なんですよ、右手左手使ってこういろいろとやる、あの小敵隊みたいなやつ、はい、そうですね、そういう感じで、で、あの僕が知ってるのは26個って言われてたんですけど、まあ、元はねもうちょっと少なかったみたいなんですけど、なんか最近は40個になってるとか結構覚えきれなくてすごい ね, ねえで、あの、まあ、難しいようなこともいっぱいあるんですけど、うん、なるほどな、はい、うん、で次回はね、はい、ジャムバンド、ジャムバンド、うん、横浜のバンドでね三冠四音っていうバンドが出てくれますよ、はい、ジャムおじさん、あそう、はい、どっちのギタリストもよく知ってましてね、なるほど、なかなかクールなね俺ジャンプしてくれると思うな、なるほどね、楽しみですね、うん、うん、楽しみです、はい、それでは次回またお楽しみにということで、はいはい、お楽しみに、どうもチンでした、モンチでした。